引き続き男子高校駅伝の第4区で区間賞を取りました鯖江高校の吉田正人くんに来ていただいてます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースを振り返ってみて自分でどう感じましたか？今年県予選では鯖江高校が県予選の高校記録を塗り替えるっていう目標だったんですが、自分で1分設定タイムよりオーバーしてしまってチームにちょっと足を引っ張ってしまったなっていうのが残念です。はい。今日までに練習に励んできたと思うんですが、心がけてることなどがあれば教えてください。特にない。どういった練習を日々してますか？基本ジョッグの練習で3日に1回ぐらいペース走の練習でスピードの速い練習をして、だいたいそれで1週間 2,3 回ペース走とジョッグ挟んだりして、練習してます。はい。北信越などが控えてると思うのですが、今後の目標などがあれば教えてください。北信越でももう一回長距離区間の8キロを任せてもらえるようにこれからまた2週間練習しっかり積んで、また信頼を得てそういう全国でも8キロ区間任せてもらえるようにこれから練習していきます。はい、応援しています。お疲れ様でした。ありがとうございました。